はい、それでは、ね、今回は2012年第1回第4問問4番の回答解説をしていきます。早速ね、問題文を読んでいくと、次の文章は感染症にかかった時に 人の体内で起こることについて説明したものである、文章中の空欄 A と O に入る語の正しい組み合わせは下の1から5のうちから1つ選べ、回答番号は19ってことですね。はい、じゃあ下の文章読んでいきますよ。体内に侵入した病原体は何々より捕食されるね、何によって捕食されるんですかってね、これマクロファージーとかね、樹状細胞とかね、ナチュラルキラー細胞とかやつですね。ああいうのなんていうんですか、白血球ですね。ひどいですね。はい、白血球でパクパクいっちゃいますよってね。まあ、他にもね、高中球とかね、高酸球とか、高塩球とかね、あの辺もパクパク食ったりしますね。はい。で、その後ですね、さらに病原体に対してリンパ球の中には何々を作るものがありますよってね。何を作るんですか、病原体の中にね、それ何か分からないんでね、後ろのやつ読んでいきましょうか。はい。そのなんちゃらが病原体に特異的に働き無毒化することで感染した、人は治癒すると。ね。まあ、これで分かる人も分かるんですけど、まあ、とりあえずその、続きも読んでいきましょうか。その後、再び同じ抗原に、病原体に感染して、速やかに多量の何とかが作られ、早い段階で病原体の排除が進むため、発病しないか、発病しても軽くて済む、ね、二次応答ですね、これ。ね。まあ、こんなやつね、皆さん知ってますね。何ですか、これ抗体ですね。抗体のお話でした。よいしょ。ね。まあ、ちなみに抗体を作るリンパ球は何ですかって言ったら B 細胞ですね。ね。B 細胞。でも B 細胞がね、抗体をね、ちゃんとね、その抗原にあった、ね、抗体を作るためにはね、ヘルパー T 細胞の働きが不可欠なんですね。不可欠なんですね。はい。ということで、今回のね、まあ、抗体はね、白血球抗体っていうね、組み合わせになってるやつを選んであげればいいよってことで3番ですね。はい。まあ、全然大したことないですね。楽勝です。はい。それではね、ここで2012年第1回第4問と4番の回答解説を終わりにして、次回はね、2012年第1回第4問と5番の回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。